はい、それではね、ナイト・オブ・ザ・デッド続きをやっていこうと思います。今日はですね、このジャーナルの6つ目ですね。6つ目の手がかりを求めて、このプリズン、刑務所まで、来てるんですけども、マップで言うと、もう結構ね、端っこの方ですね。この辺り。病院がね、ここなんで、はい、もう朝からね、ここまで一直線でガーッと走ってきたんですけど、とりあえず、普通に探索していきましょうかね。この外周ね、一応ぐるっと回ったんですけど、敷地としては結構大きいですね。でも、やっぱりね、刑務所だけあって、入り口がここだけしかなかったです。ここからは、あとは、ちっちゃい入り口もしかしたらあるかもしれないですけど、入れるところね、ここしかなかったんで。施設にするには、拠点にするにはいいかもしれないね。守りやすいのは守りやすいかもしれない。とりあえずちょっと。適当に探索していきますよ。こういう大体この壁か、この金網で、囲われてましたね、ぐるっと。結構いるな。一回そ、通り抜けよ、そっち。閉める、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 OK。槍がね、結構強く、プラス7まで、できてるんで、結構ね、強いんですよ。だいぶ戦いやすくはなってます。すぐ死んでくれる。あと、壁の向こうにいる敵は、この火炎放射器が、炎を、壁に、炎が壁を貫通するんで、めっちゃ便利っすよね。これでだいぶスリープダメージ入るんで。あと、槍を強化した利点が、この草を一発で刈れる。これ、結構便利ですよね。で、頑張ったら木もね、槍で切れます。ちょっと時間かかりますら。すごいでしょ、これ。次ちょっと建物はでもそんなにないね。なんかちらほらって感じ。よし、入っていきますか。 なんかめり込んでるんですけど、銃が取れる。すごいね。刑務所って怖いところですね。こんな監獄があるんですね。地面に埋められる。多少当たり判定はありますけど。でも動かないんで、楽ですね。すごいな。どんな刑罰を 受けたら こんな 監獄に生かされるんでしょうね。来た。入ってきた。いける？重いね。この人の、もう牢屋に入れられてるプラス地面に埋められてますからね。よっぽどのね、罪を犯してしまったんでしょうね。こっちも全部埋まっててくれたらいいですけど。ちょっと開けてみますか。結構でも、めっちゃ多いよ。おい、来た。ダイナマイト投げる？
なんとなく。開けて投げて閉める。開けて投げて閉める。もう一つやったな。でで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 。おお、いっぱい来たな、いっぱい来たな。太っちょのやつがちょっと体力はね、あるんで。ちょっと時間かかりますよね。よいしょ。まあでもいけるか。まあとりあえず軽く炙っときますか。消毒しとかないと、しっかり。あんまりでも、叫び声が聞こえないね。この辺にいる。ほら、こんだけ炎出てますからね。燃えてる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 。怖い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 。早くやっとかないと。いいですね。いろんな武器があるっていうの。まだでも死んではないね。とりあえず焼いて、よし。今入るか。もうだいぶ減ったんちゃう？まあ燃料ね、いりますけど。こっちはでも地面には埋まってなかったね。上も、ちょっと、取っとこうか、もう。でも、この 毒棒の中に木入ってきたらもう かわいそうやな。足音。ジャーナルはありましたね。ジャーナルね。はい。一応見てみますか。J7。あ、ファイナルクルーって書いてありますね。すべては準備が整ったと。6の17、今度はね。に行くと、You can escape by fi なんか、ちょっと待って。ちょっと待って。アイテムだけ取ろう。これで一応最後みたい。次で最後みたいな感じだね。モバイルフォンがもらいました。携帯電話。はい。ちょっとね、探索の方が割とあっさり終わっちゃったので、まあ、せっかくならね、この刑務所で、まあ、一夜をね、過ごしてみようと思いまして。で、まだ、病院の屋上で方で、使えてなかった透析器ですね。あそこに設置してあるんですけど。はい、これがちょっと大きくって、病院の屋上ではね、使いにくかったんで、まあ、これを設置して、まあ、どれぐらい威力があるのかっていうのを、ちょっとゾンビ相手にね、試してみようかなと思います。一応ここにね、お肉設置しといたんで、まあ、この下にわらわら群がってくれると思うんでね。はい、で、まあ、ゾンビね、だけだとあれなんで、身をもってちょっと 体験してみようかなと思うんで、この辺でちょっと自分も一緒にね、ドッジボールみたいな感覚で、はい、遊んでみようかなと思います。さあ、どうなるか。はい、で、まあ、弾がね、2種類あるんですよね。で、一応、この普通の石の弾と、あとこのボム、爆発する弾と2種類あるので、それぞれまあ90個ずつは作ってみました。はい、まあ、足りなかったらまだ素材もあるんで、まあ、どんどんね、もう打ち込んでいきましょう。はい、もうすぐウェーブ始まると思うんで、最初ある程度ちょっとね、ゾンビ溜まるまで、待ってから、やりましょうかね。ぼちぼち集まってきました。ちょっと試しに、玉入れてみましょうか。
まずは普通のやつね。30発。ほほほほほ。一発やな。タイラントはさすがに耐える。タイラントで何発？ 3 発ぐらいかな。3発ですね。すごいな。お、怖っ。ちょ、後ろから飛んでくるの怖いな。おー、すげえな。結構あれだね。直線的に飛んでくるね。射程は余裕でここまで届いてるね。普通に。ここは。範囲はどれぐらいでしょうね。これぐらいの距離で今当たらなかったから。今ここだと当たらない。どっち？あ、そっちにいんのか。ちょっとかわしてみます。 ちょっと身軽になっとこ。怖え。 結構でも石がくっきり見えますね。ほら。 どの辺？後ろ見とこ。この辺ですか？はい。いで、巻き込まれた。うわ、やべえ。 やべえ。 ちょっと回復回復。2発は耐えれへんな、これ。危ねえな。どんなもんすか？ 手が落ちてる。よし。かわしてやる。おお、怖っ。当たる感じだね。よし。ギリギリでかわす。おお、怖っ。もうちょい後ろ行くか。よし。おお。プロ野球選手の球を受けてみたみたいな。 そんな感じだよね。 まあでも来る、飛んでくるタイミングが分かるから。おい、行ってくれた。 違う、この距離だと食らっちゃうな。おお、これ。確実にでも倒してくれてるね。すげえな。当たりさえすれば、威力はかなりあるんですね。あれが、うお。吹けた？振り返るとゾンビが死んでいる。ちょっと後ろから見ようか。あ、こっち来た。はい。いいですか？倒して。高さ直線的に、金網は貫通してる？どうでしょうね。自分で設置したフェンスは貫通しなかったんですよね、確か。まあちょっと病院ではね、使いにくくって。あ、弾がなくなったっぽいな。ちょっとまた溜めて、今度は爆発の方使ってみますか。よし。2時になったんで、結構集まってきましたけど、おー、ちょっと強い、もうちょっと強いやつね。アイラントさんとか、が来たら、弾ちょっと入れてみますか。集まってきた。たまにこっち来るやついるよね。もうちょいで来るかな。あ、結構溢れてきたね。何を目指して動いてるんだろう、ゾンビは。あ、こっち来るやつが来るな。あ、来た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 。よし、ちょっとこいつを巻いたら。よし、じゃあ入れてみましょう。爆発するやつ入れてみよう。よし。こっちね。はい。
うわぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、火はつくけど、直撃のダメージはそんななかったね、でもね。どうなった？あ、炎症効果やね、こっちはどっちかっていうと。一発のダメージはそこまで。普通の石のやつの方が強かったね。燃やすんだ。なるほどね。使い分けだね、どっちかっていうと。その強化版っていうよりは使い分けって感じ、うん、これを燃やしてるでしょ。だから単純に火力はああいう感じで固定してるんだったら火力はこっちの方が強いんじゃない。減るのはこっちの方が減るね。こういうやつも一撃だもんね。見た目はでも爆発の方が威力ある感じする。こっちせっかくなんでこっち使いますよ。よし。焼いていきましょう、どんどん。そしてこれも、かわす。怖っ。戦場じゃないですか。おお、これ、あっさあっさあっさ。直球できた。焼かれてますね。ジッコも、プレイヤーもこんだけ焼かれててさ、死なないとすごいよね。キノコ食べて生き延びれるんですよ。ちょっとここ。あ、そっち行った。うわ。範囲は結構広そうだね、でもね。そっち行ってる。こっち来た。そうか、でもそう使い分けしないといけないね。そして弾もね。袋の山ができてますけど。もうちょっと来るんじゃない？どうだろう。終わり？終わりっぽいな。終わりましたね、無事。はい、一応ね、ウェーブはね、乗り切りましたね。はい、まあ、この肉をね、空中に浮かすっていうのはちょっとずるいかなと思うんで、まあ、病院ではね、一応やらないと思いますけど、はい、今日はね、この透析機のちょっと威力をちょっと検証しようと思って、どんなもんなのか、はい、こういう形でね、やってみました。まあ、いっぱい取れたね。よし。なんかドッジボール大会とかできそうだね。マルチでやったらね、左右端と端に透析機置いて、真ん中にゾンビをこう群がらしといて、でプレイヤーも一緒にその中で、避けると、で回復なしで誰が最後まで生き延びれるかみたいな、やっても面白いかもしれないね。はい、よし。そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、また病院の方戻りますので、またよかったら続き見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。